どうもみさんこんにちは2023分野別過去問解析プラスアルファ討練民法第1回目の講義を始めてまいります担当いたしますはレクセン人講師の豊川と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれではですね早速始めてまいりますでこのプラスアルファ討練なんですけどもあの1問目ですね1問目につきまして私の方から約50分ぐらいですね にわたって解説をいたしますでその後ですね皆さんの方でね今度2問目2問目ねについて実際に答案を書いていただきますでその後ねその皆さんに書いていただいた2問目の答案ですね2問目の問題について私の方から今度20分ぐらいですね20分ぐらいについて解説をするとそういう流れになってますこれは他の科目と同じですねでまたちょっとこれ注意点ですけども実際皆さんにね 答案を従いまして1問目の方答案を書いてねお出しになっても添削はできませんので、ね、これはくれぐれもご注意ください。これも他の科目と全く同じでちょっとね他の科目とちょっと違うちょっと民法特有のね点についてちょっとお話をしておきますとこのあと1問目についてね約50分にわたって私の方から解説をしていくわけですけどもその最初ですねその中身に入る前にですねこの皆さんにね お手元にねありますこのねプラスアルファトーのこの改正冊子ですねまあ一般にまあレジュメレジュメって言い方をしますけどこの改正冊子の、えー、とちょっと四ページ開けていただきたいんですけどもこちらねこの答案作成上の注意っていうのはね私一応こう三点ですね三点にまとめてね載っけてありますま私でお話しますけどもこれやっぱり民法はね答案の書き方っていうのもものすごく大事なんですよ これは他の科目ととちょっと違したがいまして1問目の,、ね、あの中身入る前にまずこの答案作成上の意についてちょっとコメントいたします。ですね。であとこの2問目ですね皆さんに実際書いていただく答案2問目の方ですけどこれもちょっとね他の科目とちょっと違う点申し上げますとこの皆さんに書いてもらう2問目これ見て書いていいです。見てて書いてい,い,いいですねただ これからね皆さんにご覧いただくねこの解説冊子ですけども2問目の解説冊子のの答例は見ないいででくださすねこ問目解説冊子レジュメの解答例は見ないでこれ見ちゃうとただ書き写すだけになってしまってねあんまり意味がなくなってしまいますからいいでしたがいましてこの後皆さんにご説明する1問目の解説冊子、ね、の解答例を見る分には OK といたします。 さらにはもう一つ、高掛、レックから出している高掛民法、これも見てオッケーいたします。したがって、皆さんにね、二問目書いていただく際はね。あの、一問目の解説冊子の回答例と、あと高掛民法。この二点は見て、答案書いてオッケーといたしますので。その代わり、何回も言いますけど、ね、この二問目の解説冊子、ね、このレジュメの回答例だけは絶対見ないでくださいね。もう本当、ただ書き写すだけになってしまって、ね、あの、売るものがほとんどなくなっちゃうんですよ。 ただね、機械的な作業になっちゃいますから。これで意味ありませんから。いいですね。これちょっと他の科目とちょっと違う点ということで申し上げました。いいですね。やっぱ民法には民法のある意味やり方みたいなのがあるんですよ。ねそれで今申し上げました。いいですね。で、あと、この皆さんに書いていただいた2問目ですけどね、ね皆さんに答案を送っていただいた私の方で一生懸命当然添削いたします。で、この答案ね、実際皆さん、 あの添削答案,です、ね、添削答案皆さんご覧になられる時にね点数だけ見てあの一,喜一憂は絶対しないいでくださいね意味がありませんよかった悪かった、ね、これは意味ありませんから、ね、それよりも私の方で一生懸命赤ペンでね皆さん答案にねコメント書きますからその私が書き込んだコメント一つ一つをしっかりと見て、ね、講師がこれどういう意味で書いてるのかなあこういう点は気をつけなきゃいけないのか、ね、そういうのを一個一個しっかりと 検証してほしていんですすすよまさに検証ですいいですねでね場合によっては皆さんの方でね一冊、まあ、ちっちゃいねなんかメモ帳なんかでいいんですよ用意していただいてその添削中のコメント私が書いたコメントをねこう過剰書きで書いてってで次の討練の前にそれをバーッと読み返してあそうかそうか答案書くときはこういう点気をつけなきゃいけないんだな、ね、そういう注意事項をね次の討練の前に確認して。 でまた次の答練終わったらまた復習の時にいろいろね私のコメントなりあるいは皆さんがお感じになった点をまたその手帳にどん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 注意点として書きためていくんですよ。で当然本試験前にそのね手帳をバーッと見て「あそっかそっかこういう点気をつけなきゃいけないなこういう点は間違っちゃダメだな」ねそうやって答案作成所の注意点をしっかり確認して答案書けば本当に隙のない高得点を取れる答案が書けますからいいですね。 実際そうやって受かっている方は何人もいるんですよ。私が書いたね、答案中のコメント、あ、やっぱ普通であれば見たくないですよ。ね、私結構あの厳しいこといっぱい書きますから、はっきり言ってこう目を背けなくなると思うけども、そこをぐっと我慢してね、手帳とかに書き溜めて、次の答論の前に読み返して、本試験前にも読み返して、で、そうやって隙のないね、答案を書いて民法で高得点を取って受かっていったって方、最近も何人も出てますから。 ね、ちょっと辛い作業になるかもしれませんけど私はそのね手帳に書きためるまでを、ね、ちょっとやっていただけたらと思います絶対やってないと思えばちょっと言いにくいですけどね皆さんの方でもねいろんなご都合とかあると思いますんでただそういうのをね各科目ごとにそういう手帳ですね答案作成上の注意をまとめたそういう手帳なんかを作っていくと私は非常に有効じゃないかなと思ってます。まあ、ちょっととね参考にしていいただければと思いますじゃあ早速、ね、じゃ一1問目、ね、入っていきましょう。 で早速ですねこちら解説冊子ですね、まあ、レジュメレジュメって言い方しますけどご用意ください。第1回目問題1ね1ページです1ページこちらでですねでこれね結構問題文ねこれ長いですねちょっとページめくってください2ページね次のページまでねこの問題文がねこう続いてますこれ。でその後ちょっとね下降りていきますけど参考条文ですね参考条文ね。が ずらずらっと上がって,て結局3ページまで <laughs> 3ページまでいきますねこのねこのレジュメですねでこれ見ていただきたいのが筆っ、えー、と,とのとこですねちょっとおきいしますよこれ令和4年ですの第一問これをね今回出しましたおのせしました、ね、この後見ていきますけどもちょっともう論点先に見ちゃいますね動機の錯誤でさらには共通錯誤 これを聞く問題が設問1で出ました。あと設問2で94条2項の累推適用でさらにその中の医師外形対応型です。対応型ね。これの反対が逸脱型でしたね。逸脱型ね。でこの令和4年1問目の設問にはね逸脱型ではなくて対応型ねこれが出ましたんでね。もうまさに両方ともあのレックから出している公家民法にバッチリ。 論論がが上がっているそういう典型点です典型論点で,す典型論点でおそらく皆さんが受験なすの明日は令和5年ですね令和5年2023年もうおそらく一問はね一問は間違いなくこういう典型論点をバッとねズバッとあの聞いてくる問題そういう問題が出ると思いますんでねその意味でやっぱりねあの高閣民法は大事です高閣民法は大事。 でちなみにこの令和4年の2問目の方ですねもう1問目の2問目の方ねこれもこのプラスアルファ通りの今度6回目で取り上げますプラスアルファ通りの6回目の1問目でやっぱり取り上げますねですからその時またね皆さんにお話ししますけどそちらの方はね結構条文当てはめ問題が出たんですよ結構条文当て問題。 ただその中にあってやっぱり一問はねあの効果権に乗っけてるいわゆる論証型の論点ですねあの賃貸借契約のところの,の541条の信頼関係破壊のの理論の論点が出ましたそのもう一問目の方二問目の方ね令和4年ですけど、ね、またプラスアルファの6回目の時に皆さんにご覧いただきますけどもやっぱりね結局何が言いたいかというとこの令和4年一問目もそして二問目もねとにかく基本論点がやっぱり出てる。でそれは全部 公家家民法に載ってるものなんですよだからやっぱり私常々申し上げている通りね民法の勉強の柱になるのは間違いなく公家家ですす家家民法で,すいいで,す、ね、でそれプラスねその論証型の論点でないいわゆる条文あめ問題ねこれも令和4年結構出てますから2問目の方で出てるんでこれにつきましてはね今後ねあの当連で、ね、私ちょこちょこ出しますからそれはトレーニングを積んでいっていただければ OK です。 はっきり言って条文当てはめ問題っていうのはあの典型論点論証型のね典型論点と違ってある意味準備ができません。だって何が出るかわかんないもんはっきり言ってでしょ。でも対策はできるんですよ。ね準備はできないけど対策を講ずることはできる。まあその対策はまあ簡単に言えば書き方ですよ書き方。条文当てはめ問題って,言っても必ず問題文の下に条文が上がりますから。 ね、ですからそれを見て自分なりに要件を立てて当てはめができれば OK だから、ね、だから対策はできるからでそれは私は今後ね、まあ、今回このプラスアルファ答練でもね一応ね若干お出しはしますけどその後の論文実践答練的中答練そして最後の公開もしねでやっぱり出しますからそこでトレーニングを積んでいっていただければ条文当てはめ問題もバッチリとそういうふうになってますんでいいですね。でも皆さん本はねやっぱりしっかりとね毎回毎回の答練ね あの大事にしっかり受けて,ってくださいね。でさっきも言いましたけど、しっかり復習もやる。いいですね。じゃあ、ちょっと改めてね。こちら一問目。戻りますよ。で、レジュメの一、えっ、ー、と一ページ目お戻りください。で、まず、こちら設問一。ね、から見ていきますよ。これね。で、一応問題文ね、設問一および二のそれぞれについて答えなさいってことで。一応ね、これ両者別個独立ですからね。ちゃんと頭切り替えて。ね、設問一の方と設問二の方、しっかり切り替えて。 問題文を読んで処理していきますよでまず A は事故の所有する土地上に建物を所有しておりで以下本件土地建物公っていうちょっと珍しいねこういう、ね、あの表記表現なんですよ。ね、土地建物こうねだから土地と建物、ね、これセットでいってるわけですね。でこうねというと。でいずれも、ね、この土地も建物もいずれも A 名義での所有の登記がなされているとここまでいいですね。 全然ね、で A は本件土地建物工の近隣,に近,隣近くにねゴミ処分場ができるとの噂を耳にしたため早期にその売却をしたいと考えてたと、ね、やっぱり地価が下がりますからだから早めに売って、ね、お金にしたいとそういうふうに考えてたんですね。そしたらちょうど、ね、その時友人の B が購入を、ね、この本件土地建物工の,工の購入買いたいんだ売ってくれよこれを申し入れてきたわけですよ。 ね、まさにまさに渡りに船ですよこれ A にしてみると。で A は、ね、友人 B からの購入申し入れであったことから近隣にゴミ処分場建設の噂があるよということを率直に、ね、これ正直に B に話したんですよ。ね、で両者の交渉の結果本県土地建物港の時価は約4,500万円であるが。 ごみ処分場の建設予定があることを踏まえて、えっと、700万ですね700万安い、えっと、3800万で売買価格を決定したとそういう、ね、売買契約が AB 間で整理したということですねぶ分安いですよね700万も安い、ね、で整理したとでその後 B は買い主ね B は売買代金を A に対して支払うのと引き換えに A から売り主ね本県土地建物公の,の引き渡しを受け でその所有権移転登記これも実際に移してもらったと経由したというですね。いいですねここまで。でところがとこっからだんだんちょっと雲行きが怪しくなる。ゴミ処分場ができるとの噂は実は誤りであることが後になって判明したと。ガだだったんですよデモだったたんんででですすよよデ、ね、もっとも、AB、間の売買契約当時も 地元の市役所に電話等で問い合わせることによってその噂が誤りね嘘であることを極めてここですよ極めて容易に確認することができたこの試験員の先生ね極めてって言葉入れてるんですよ極めて簡単にねこれ確認できたってことねもうまさにこれ重過室でしょ重過室 A としては700万先っ言った700万近くも損しているため B との売買契約はなかったでチャラにしたいと考えていると。でこの場合に A は本件土地建たもの公の所有権は自分に帰属すると主張することができるであろうか論じなさいってことでねでこれいつも言ってますけども最終的にね死刑員がこの問題でどこを聞いているのかこれねしっかりと押さなきゃダメですよ。ここ この場合に A は本件土地建物の公の所有権は自分に帰属すると要するに自分が所有権者だということを B に主張できるか、ね、これを論じなさいってことで、ね、だから主張できるあるいはできないこの2つしかありません結論は当たり前だからこれ以外の結論を書いても問いに答えたことにはなりませんいいですねこういう当たり前のこともね是非ねしっかりと確認しててくださいで大事です 試験っていうのは問われていることに答えなければね。あの回答になりませんからいいですね。でできるであろうかとで。当然これね。結局売買契約チャラにしたいね。で、チャラにする手段としても皆さんお気づきの通りね。さっきもちょっとの論点見ちゃいましたけど、ここは錯誤に基づく取り消しです。錯誤に基づく取り消し95条ですね。取り消すと121条で遡及的に売買契約が無効になって所有権が a に戻る。 したがって A はこの所有権に基づいてねこれ自分が権利者だよ所有権者だよ主張できるそういう流れですね。ですからここは結局95条の作語取り消しの可否です可否95条の作語取り消しができるかできないかこれを論ずればいいわけですね。でこれ論ずる上で当然皆さんねもうこうかけて勉強なさっていると思いますけどもこの作語取り消しですけども本件は 動機の錯誤です錯誤、ね、には2種類あった、ね、95条ねあの1項の1項と2項ね1項が表示行為の錯誤、まあ、って言い方まあこれは学者によってネーミングが違うんだけど、ね、これ要するに意思がなかった場合でしたねちょっと条文見てくださいこちら2ページね1項、ね、これが1個目。 これネーミングはね、これも講座の中で今までね、お話してますけど、まあ学者によってちょっとネーミングが違うんですね。表示行為にね、関する作業って言ったり、他のね、ネーミングで呼んだり、これ結構学者によって名前が違うんですけども、これ一番わかりやすいのがね、この1号の典型例ですね。高土地。ね高土地を売ろうと思ったら、誤って落ち土地を売るよって言っちゃった場合ですね。これがまさに1号の典型例ですね。高土地を売るつもり。ところが自分でちょっと言い間違えて、言い間違いですよ。ね 落ちとちを売るよって言っちゃった。だから表示は落ちとちでも意思はねない。落ちとちを売る意思はない。あくまでも高土地を売るつもりだからね。まさにそれがこの一号だった。これですよね。これ一番わかりやすい。一表示ねに対応する意思を書くね。まさにこれが一号。でも本件は二号です。こちらは何でした。これ動機の錯誤でした。まさにこの質問一は本件の質問一は動機の錯誤を聞いている。 者が法律行為ののの基礎とした事情についてそねこれがいわゆるここまでは動機でしたね動機ねっ被者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識これが動機だったで動機が真実に反する錯誤ってことでまさにこの2号が動機の錯誤だったで動機の錯誤の場合はこれ口角にも載っけてありますけど要件が、ね、これ個さっきご覧いただいた1号の方であれば要件3つです 要件3つあったそれに対して2号の動機の錯誤になると要件が1個課長されて、ね、この後見ていきますけどもあの動機が表示されて位表示の内容となっているってこれが1個課長されるんですよね要件として。したがって4つ。だからあとは答案でこの4つの要件を定立してその要件の意味を書いて当てはめればいい。ただこれだけですよこれだけ。だからある意味これも条文当てはめ問題というふうにも言えるんですよその意味ではね。ただ結構ボリュームがある 論章の結構ボリュームがある、ね、したがってこうかけにねあの論証を抜けてありますんであれを是非ねあの参考にしながらしっかり要件4つ立てて当てはめをしてほしいですね。でただこの本件説問1ですけども動機の錯誤によるね取り消しを聞いてるんだけども4番目の要件4番目の要件すなわち表示者の無重過失ね重過失があったらダメね表示者の無重過失これはさっき言ったように 市役所に電話等で確認したら極めて容易に確認できたってさっき問題文載ってましたね。これですよ。この点で A に重回があるそうするとあれこれ4番目の要件満たさない。ね。表示者の無重過失たさない重過失ありだから。ね。とすると取り消しできないのかなとも思えるけどもこれには例外が2つあった2つあった。ね。 これ皆さんしっかり頭入ってますかねでちょっとこれもねレジメ開けてくださいこちら5ページですねこれこれ4番目ねこれ共通錯誤ですけどねこれでの要件ね番号を振って1,2,3そして4番目今こう問題にしてます評価者に重回数がないことですねただこれ例外が2つあったよってことでこれ実際上部に上がってた 95条3項の1号とでちょっと次のページめくっちゃってくださいあと2号ですねで1号が戻りますよこちらねこちらについては相手方に悪意あるいは重回数ね相手方が悪意あるいは重回数要,し要するに表示者が錯誤に陥ってるな勘違いしてるなっていうことは相手方が知っていた。 これが悪意、ね、であるいは知らなくても、ね、知らないことについて重過失があったちょっと注意すればすぐ気が付いたでしょ、ね、この悪意または重過失の場合、ね、この場合にはこんなね相手方保護する必要ないよってことで、ね、たとえ表示者に重過失があっても表示者は取り消しができるんだったこれがまずこれね例外の1つ目ですねこの黒ぼっち相手方の悪意または重過失1号です1号。 でもう一個が、ね、本件もう一個の方ですね、えー、と6ページ見てください共共通通錯錯誤誤です共通相手方も表者と同じ錯誤に陥っていたこれを共通錯誤って言いましたね共通錯誤これですですねでこの場合はね相手方も錯誤に陥っている以上法律行為の効力をね有効にしておく必要ないよねそういうことで取り消しができるんだったこれが2号です 95条3項2号で本件はこれですねこの共通錯誤に当たるでちょっと問題文戻りますけどもこちらね1ページも一回見てくださいでさっきも言いましたけどこれごみ処分場ができるって噂をこれね A が鵜呑みにしてねで早い段階早期にね売りたいなと思ってたら渡りに船で B が買うよって言ってきたでこれ友人 B からのね購入申し出であったことから A はちゃんと率直にねこれ話したわけですよ。 率直直ににに言った本当に正直に話したねいや売るのはいいけどこれ今度ねこのゴミ処分場できるらしいよ近くにできるらしいよいいのね話したってことだからやっぱり飼い主 B も同じ錯誤に陥ってるっていうことですうですね。 例外として、ね、この四番目の要件、ね、表意者に重回数 A. に重回数があるから、本来であれば。錯誤取り消しできないはずだけども、この例外、例外、ね。この共通錯誤に当たって、ね、結局表意者 A. は取り消しをすることができる。こういう流れになります。これが大きな、あの論証の流れですね。だ大体、ね、こんな形で、ね、あの書いていただければオッケーです。この後の回答例もそういうふうに書いてありますから。ね、全然難しくないでしょね、これはね。 でただね今お話をしたこの共通策のところなんですけどもちょっとねレジュメねちょっと引き続き見ていただきたいんですよ。こ、ね、こっっちちちだだページちょっと見てくださいこちらねでちょっとここから上からいきますよ1行目ね7ページですレジュメの7ページ1行目本文の場合4つ目の要件である「教示者の無重過失95条3項柱書き」の箇所については要注意ですと。 すなわち問題文で地元の市役所に電話等で問い合わせることによってその噂が誤りであることを極めて容易に確認することができたと書かれているので明らかに A の重回数が認められ原則として A は作業取り消しできませんと、ね、これさっき申し上げましたしかしとしかし A は B からの交渉申し出であったことから近隣にゴミ処分場建設の技があることを率直に B に話したと。 で両者の交更にさっきお話しましたけど700万も安い、ね、3,800万とする契約が AB 間で成立したとあることから相手方これ B ですよ。表者 A と同一の錯誤に陥っていた時共通作業95条3項2号にあたり例外的に A は作業取り消しができるというふうになりますよこれ今お話しした通りです。で次なんですよ。これ、ねなおとね、こ,ちらこここれねねととちちらまでちょっと1回、ね 本文は考えていいいいただければいいと思まます、ね、いきますきよなお B はこれ飼い主ね A の話を鵜呑みにして本件売買契約を A と結んでいることから A,、ね、A は重過失あるんでしょだったら同様に B も重過失が認められ相手方が重大な過失によって知らなかった時ということでさっきご覧いただいた1号95条3項1号に当たるんじゃないのこれです前のページのこれ。あごめんなさいえっ、ー、と失礼しましたこっちね。 5ページです5ページこれこの重じゃないのとも思いますよね A に重過室があるだったら相手方 B にも重過室があって共通錯誤の2号じゃなくて1号、ね、この95条3個の1号で処理するんじゃないのとも思えそうですね実際これ1号で処理したあの受験生の方も若干いらしたんですよあの試験終わった後私いろんな方にヒアリングしたんですけどねでも 結論からいくと本文はねやっぱり2号の共通策で処理してくださいっていうのがおそらく試験員の出題の意図であろうと思いますじゃあその理由としてねもう一回戻りますよこのレジュメ7ページですねこちらいきますよあ当たんじゃないの重回質によって調べと時1号に当たんじゃないのとも思えますが問題文中に必ずしも B の主観面これ飼い主ね飼い主 B の主観面について詳しく書かれていないんですよそうでしょ あの B については、ね、でこの同じ1問目の「説問2、ね」この後ご覧いただきますけどこちらね次の例の94条2項の類推適用の、ね、問題ですけどこちらについてはねまた後でご覧いただきますけどもこれ E これ E という第三者が登場するんですよこの後と説問2」では。でこの E の主観名については問題文中でね E は知らなかったし知らないことにつき解説もなかったっていうふうにね詳しく書いてあるんですよ。この後は説問2で確認します ね、それと比較してみるとだからこの「設問2」で詳しいでも「設問一で書いてないってことはおそらくねこの試験員の先生、ね、同じこの試験員の先生は設問1の方では重回質までは考えなくていいよっていう意図ではないかというふうに考えるのが素直、ね、そういうことなんですよ。それがやっぱ素直じゃなないかなと思いますでまたもう一つが上記の共通策はやっぱりうね上がわせる問題文になってますよ。 これね問題文見ていただくとね友人ビーカーの申し出だったことからこれ率直に話したと。で両者の交渉の結果ってことでこの問題文ねこれコピペしたんですけどもこれ素直に読む限りはやっぱりねこれ共通錯誤で処理してくださいよっていうねそういう出題者の意図であろうとねそういうふうに考えるのがやっぱりね一番素直かなって気がいたします。ですから実際やっぱり この本文ですね、試験終わった後、ね、何人もの受講生さんたちにヒアリングしましたけど、やっぱりこの2号ですね、共通策語で処理した方が圧倒的でした。圧倒的ですね。これが一応以上、1問目ですね。で次、ちょっと戻りますよ。今度2問目いきます。買い取る後でやりますからね。買い取る後で全部一気にやっちゃいますからね。で、今度2問目いきます。設問2ですね。設問2の方いきますよ。また1ページを戻りください。で、もうさっきもね、お話し合いましたけど、これ94条2項のルースイティです。で、一応ね、問題文じっくり。 皆さん考えてちょっとあのついてきてくださいいね C はいきなりここ C が出てきますけど、A、ですねこれもう一回問題文一番上に戻りますけど次の「説問1」のそれぞれについて答えなさいよさっきも私言ったようにこれ別個独立ですからね「説問1」も「説問2も」もだからいきなり「C」って出てきてびっくりしないでくださいね C は「事故の所有する土地上に、ね、建物を所有していると」で以下「本件土地建物つ」「乙」こっちは「乙」ですさっきの「説問1」は「 本件土地建物こうってことでねだからこちらもね結局土地建物セットでね見てくださいねでこれね2つひっくるめて「おってふうに名前付けてるわけですね土地建物お「おこっち「おですよだから答案書く時もこれは「おって書いてくださいねこうって書いたらこっち行っちゃいますからねだからこういうところもちょっと気をつけてでいずれも C 名義での所有権登記がなされているともうこれこの辺まではさっきの説明位置と全く同じようなねこういう流れですよねで続きますよで、C、と内縁関係にあった D は C の実印等を応用して応用してっていうのは勝手に使ってってこと本県土地建物 OZ の所有権の東京 C から D に移転してしまったとでその約1ヶ月後 C でこの人が真の権利者でしょこの土地建物 OZ の真の権利者、ね、C が約1ヶ月後ね気づいたんですよ気づいたでも司法書士にお願いして、ね、自分の C 名義に戻すのにも結構お金これかかります でさららには D との関関係係壊したくないでまだ内縁関係ですからこれもう実際婚姻してればね正式な夫婦だったらまだ,まだね言えたんでしょうけど壊したくない。っ、ね、てことから本件土地建物乙の所有権の東京市名義に回復することなく C はそのまま放置ですね。ですねこれ。でうんとねそうですねここ気づいたここにむしろにつくと。 そのことに気づいたでちょっと飛んで放置いいですねでこれを見てここまでねまた後ろ問題文続いてますよでもここまでを見てね勘のいい方はあこれ九十四乗二項のルーシー的だなお気づきになったと思いますなんでかというともうキーワードが今出てますからこれですよ気づいた要するに知ってたんですよ知りながら放置とあこれは 94条2項類推適用の医師外形対応型だなということでまさにこれ94条2項の医師外形対応型の論点のキーワードなんですよ。真の権利者がね他人名義、ね、本,本文で言えば D 名義になっているのを知りながら放置したってこと知りながら放置したこれまさにキーワードですからねこれでちょっと続きますよで今度2ページ目でその約3年後ねちょっと時間経ちました。D、がね E から3000万の融資を受けるるる借借金するお金すおりるその際担保を求められたため D は E との間で本件土地建物乙について E のために定当権これがポイントなんですよ。ね本件はねこれ94条2項の累積適用の意思外計対応型なんだけどこの第三者とも言うべき E がねこの D からこの人無権利者でしょ本来無権利者。D から買って じゃなくて抵当権の設定を受けた。これがこの設問2のこの本文の特殊性なんですよ。ちょっとひねりが入ってるのひねりが入ってる。これ通常であればね。通常であれば、この94条2項の意思外形対応型の場合ね。この d からね。無権利者 d ねの登記を信頼して第三者 e が購入したっていう事例で出るんですよ。でも、本件は買ったんじゃなくて、抵当権の設定を受けたって事例になっている。 ここにに若干ひねりが入っているでさらには続きますよ設定するものの契約を締結し登記もなされたと、ね、定当権設定登記もやったとでなお E は上記定当権設定契約締結後本件土地建物オチの真の所有者が C であることについて知らなかったし知らないことにつき過失もなかったっていうことで。 さっっきもちょっとお話、ね、一問説問1の方の時にお話しましたけど説問2の方は明らかにこの E 第三者、ね、E の主観面について知らなかった善意あと知らないことにつきし失もなかった無過失要するに善意無過失をはっきり問題文中に書いてるそういうことですね。でさらに続きますよでその後 D は E に対する条件貸金債務について弁済金に履行することができなかった、ね、借金を返せなかったそこで E が「 E が本件としたためのオチの提答権を実行してその後ねその結果競売が行われてでその競売の結果以上の事実について一切知らない F が出ます F がその買い受けになったといわゆる競売によるねこの経落人ですね経落人 F がで一切知らない事情知らない全員です全員ねそして F は裁判所に代金を納付したとねでこの場合最後ですよ 本件土地建物の乙の所有権は誰に帰属するであろうか論じなさいってことでねここもやっぱり試験員が本文で何を聞いてんのかこここですこの場合所有権本件土地建物の乙の所有権ね誰に帰属すんの誰が所有権者のの、ね、ここを聞いてますからだから誰が、ね、誰に帰属する、ね、これははっきり答いに書かないと答いに答えたことになりませんからね以上以上ですねいかがでしょう論点はすぐわかる でもどういうふういふに処理するのかこれこのあとご覧いただきますけどねこれ一見するとちょっとひねりが入ってて低等権者 E が出てきてさらには低等権実行の結果買い受けに F も登場しててあれこれどういうふうに処理するのかなちょっと悩むかもしれないけどもでもこれ素直に考えたら結構簡単に処理ができる。どうまずここれれ条項のはいいでさっき言ったようにね この真の権利者 C は D 名義になっているのを知りながら放置したってことだからこれは意思外形対応型。するとねこれ類推適用の時ですけどもねこれ要件3つ要件3つねこれは虚偽の外観あと真の権利者の奇跡性あと相手方のねこの善意ねこれ善意で足りますからねこれは気をつけてね判例通説は94条2項の類推適用の場合ね これは全員で足りるやっぱり条文の文言に素直に判例通説は考えますから累積適用の場合も相手方についてはね全員で足りるよと考えるこの3つを立てて当てはめるで当てはめればさっきご覧いただいたようにどう確かに E は買い受けたわけじゃなくて定等権の設定を受けたわけだけどこれ E は94条2項の累積適用によって保護されるでしょ全員無価しだもん。ねとにかく全員であれば足りるから累積適用の場合。 ね、3つ目の要件で、ね、相手方の善意で足りるからとにかくねもうこれ E は善意っていうのはもうね問題文に書いてあるから94条2項によって E は保護される保護されるとなるとこれ具体的にどういうこと E は抵当権を有効に取得するってことこでしょうであればこの E の抵当権は有効だからその後この抵当権の実行によってね競売が行われて、ね、そこで買い受けた F も 当然有効に所有権取得するでしょ。だから、最後の結論、この所有権は f に帰属する。これで終わりですよね。ちょっと一見ひねりは入ってるけどもね。要件立てて当てはめてで処理すれば全然難しくないわけ。やっぱ試験そこまでね。やっぱ見通してちょっとね。まあ、ひ本当大した。ひねりでもないけど、これをひねりをまあ入れているとすぐですね。いかがでしょうね。 1> 問1説問2ざっと見てきましたけど特に難しいとこありましたもうだってこれともにねさっきも冒頭で言いましたけど効果源乗ってますからねあとは現場思考でねちょっとしたひねりねこれ対応すれば OK ですから説問1については共通錯誤、ね、あるいはちょっとひねってやるで説問2についてはね E が買い受け人じゃなくて買い主ではなくてねあの低当権者っていう点これちょっとひねりが入ってるけどやっぱりそれぞれね若干ひねりが入ってるやっぱここがね本試験のうまさですよ。 本試験作るやっぱり試験員やっぱり学者ですからやっぱうまいなと私本当にちょっと関心っていうちょっと失礼ですけどやっぱすごいなっていう感じはいたしましたじゃちょっとね回答例ちょっと見ていきましょうかねああとねちょっとこれもざっと見といた方がいいかなえっとねこちらねこれさっきですね私これおいしょ申し上げましたこれねちょっと今ここでね 当番作成上の注意ね、ここでお話をいたします回答例見る場合ここが一番ねタイミングがいいかなと思いますんでいいですねでこれ民法は知識や理解4ページですよ4ページねいいですねこちら知識や理解が同じでも書き方で大きな差がつくよってことなんでこれ実際ねあのうちのレックのデータで明らかです。 受講生さんたたちから報告していただいていいだ本当にね書き方しっかりしてる方はね内容がそれほどねあのきちんと書けてなくても多少ねしたたらずであっても70点を取ってる方がいっぱいいらっしゃいますから、ね、これ是非次にあげる特に3つは気をつけてください、ね、もうすでに皆さん知ってるよってことばっかなんですよ特に目新しい内容じゃないんですよで1番目ちゃんと法的三段論法を踏んでねってことこれ三段論法をね知らない法律家いませんから。 で三段論法ってこれね口角にも載っけてありますけど問題提起規範定律当てはめこの3つに分けて書くことこれを三段論法と呼んでますね。で注意してほしいのはねこの三段論法2番目の規範定律とこですけど規範定律はねこれ規範ですからねこの規範を立てるとかまさに規範定律って言うんだけど規範なので、ね、これは抽象名で書かなきゃいけません。したがって土地とととかとかか建物売主 買い主とか、ね、これで書かなきゃいけないんですよ規範定律書くときはね逆に言うと具体名でで書いちゃダメなんですよ例えば問題文に「公土地」とか「落つ建物」とかあるいは「売り主 A」とか「買い主 B」とかね書いてあってもこういう「A」とか「B」とか、ね「公」とか「落つ」とかこれ書いちゃダメなんですよこれ具体名だからね規範定律は規範だから抽象名だからさっき言ったように土地・建物売り主とか買い主とかこれで書かなきゃいけないよってことですね もうこれもね慣れちゃえば全然大したことないんですよ。ね、とにかく規範定律のところでは具体名書いちゃだめだよ。ね、これ気をつけてください。であと逆に言うとね今度この三段論法の最後の,あの当てはめですね3番目の当てはめのところ、ね、ここは当てはめる事例に当てはめるわけだから逆に言うとこの3番目の当てはめは具体名書かなきゃダメです。だからこの具体名「公土地おつたて物」とか「売り主 A」とか「買い主 B」とか、ね、この最後の3番目の当てはめは逆にこれ「 具体名書かなきゃだからこの点がねこの三段論法暇定律と最後の当てはめこれでね書き方が逆転します。範定律は抽象名で、ね、最後当てはめは具体名で書かなきゃいけないよってこと。ね、これはもう今までね講義とかでお話してますけどちょっと確認で、ね、これこう書けもねもうあとそれからこれこう書けだけじゃなくてこのねこのレジュメ。 当連のレジメンの解答例もねこの三段論法で書いてますからまだちょっとピンとこないんだよという方もしいらっしゃってればねもう一回ちょっとこの辺の確認をしていてくださいこれ覚えてもうねあの普通にこの三段論法を踏む癖が身につくと楽なんですよ本当に楽なのでこの三段の問題提起キャンデース当てはめもうこのパターンで書くっていうのが身につくと自分が論点勉強している時もねあ、この論証は問題提起だなとかキャンデースだなと当てはめだなとか ね、そういう形で自分が勉強してるね内容の位置づけなんかもねすっきりするはっきりするからだから頭にスーッと入ってきます、ね、問題的キャンテリこれを常に意識するであとはそれぞれの箇所に、まあ、知識を流し込んでいくような感じで答案書けば書けすぐ終わっちゃうからいいですねこれはぜひまだちょっと三段法的三段論法でまだちょっとねあのまだ自分のものになってないんだよっ方はぜひねこの答練を機にねこのプラスアルファ答練を使って身につけてやってください。 これ見つけると本本当点数一気にある本番ですすすよ上がりまかからら嘘じゃないいい本当だからいいですねでねあとねあと他もこれもねいろいろな申し上げてますけど条文番号これ2番目ねまめに書いてよってこと当たり前なんですよ条文を大事にするっていうのはこれは法律学の基本中の基本ですからいいですね条文を大事にしないあの実務家はいませんね法律家もそう学者もそういいですねもう1に条文2に判例って言われるくらいですよ でこれね豆にってどういうことかというと何畳これ当然書いてくださいね95条とかあと何項何項まで書いてくださいいいですね特に今回のこの95条ですね作語これ 5, 5まで出てきますよねだから5まで書くいいですね何畳だけで足りません何項何項まで書くこれやるとやっぱり点数一気に上がります本当 <laughs> いいですねであとこの3番目 今度ナンバーリングね、ナンバリング、こういう番号を振ること、これナンバーリングって言います。で、あと開業ね、あのくぼみですよ、答案で、ちょっと見ていただくと。ちょっと回答例ね、この後もね、皆さんご覧いただきますけども。えっ、ー、と、十二ページちょっと開けてみてください。こちら、どうでもいいんですけどね、例えばね、よいしょ。こちらね、例えばこの縦二の、まず、ね。で、さ、えっ、ー、と、逃げきて、次ここ。すると、ね、これ当てはめなんですよ。だから、これくぼみ、これくぼんでるでしょ。 ね、こういうの開業って言います。これやるだけでも番号振らなくても、このくぼみをね、し、作って、この開業するだけでも。やっぱり非常にね、答案って読みやすくなるの。採点者からすると、ね、非常にね、読みやすくなる。あの、ぜひね、採点者の立場に立って答案を書くっていうのを心がけてみてください。実際、これ、論文式試験って、あの、ね、学者先生の試験員にこう採点してもらうわけでしょあの、担当の時と違うじゃないですか。担当は。 ね、あの冷徹なコンピューターがねシャシャシャとあの処理するだけでしょう論文は生身の人間が採点するからやっぱり読み手の立場に立って書くって大事なんですよいいですねですから戻りますよこちらねしょナンバーリングとあとこの開業ね開業この2点これをぜひね実践してみてください間違いなくやっぱ点数上がるからよろしいですねこちら ここでお話をいたしました。で、これを踏まえて、ね、ちょっと答案見ていきますよ。もう一回ちょっと改めてね、十二ページ開けてください。まず、設問一からいきましょう。全然難しいところないです。いきますよ。上から二行目。A. は本件としたでもの、この所有権は B. に。あう。自分、ごめんなさい。自分ですね。自分に帰属すると主張できるか。これです。これ。これ、私、いつもオウム返しって呼んでます。オウム返し。どういうことかというと。 これ問題文を見てください1ページ A は本件年たたむの河野所有権は自分に帰属すると主張することができるだろうか、ね、何回も申し上げてますけども試験員がどこを聞いてるのかその問題どこを聞いてるのか、ね、アンダーラインを引く問題文中にアンダーラインを引くでこれをそのまんまそのまんま問題提起で使うんですよこれを私大って呼んでますこれやると、ね、常に最終的な攻撃目標 ね、その答案中でのね最終的な結論、これを見失うことがなくなるから、答案がねまた非常に締まった答案になるんですよ。これおすすめです。オーム返し、オーム返し。ね試験員が聞いている問題文のね聞いている箇所、そのまんま問題提起に使う。これ私いつもおすすめしてます。ですね。でちょっと続けますよ。ですなわち A は本件とし立つも項の近隣に。 ごみ処分場が建設されると誤信して、本件土地建物のを売却していることから、動機に誤信があると。ですね。そこで、A はわさ取り消し、九十五条、一項二号、ね、これが動機の策でしたね。を主張して、売買契約は初めから無効であったとして、百二十条これもね、書いてくださいね。条文番号、これも大事ですよ。さっき言ったように条文番号をまめに書くっての大事ですからね。これ訴求的に無効になりますから。いいですね。訴求項。 取り消しの訴求項の規定121条で本件としたたまの,の項の所有権が自分に規則すると主張できないか以下要件を検討するとそういうことですねであとは要件ですね四つもう申し上げましたこれ効果権に載ってますんで一つ二つで三つで四つですねさっきも申し上げましたけど動機の錯誤に基づく取り消しの要件は四つになりますから ね、でそれぞれこれね条文の文言で条文の文言これねあげる場合は鍵括弧でくくるのが手数ですからこれも忘れないようにしてください鍵括弧ですね次もそうねこういう条文の文言ね、条文中の言葉を文言って言いましたね文言って言ったこれね文言ね、文言って言わないでね文言 条文文中の言葉は文言って言葉いますこれを答案中で引用するときは書き加工でくくるのが鉄則なんですよ法律の文章を書く時の鉄則ですねだから一、表示者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤で必ず条文番号も書いてくださいであることでその後意味も書いてくださいだって意味書かなかったら当てはめていけないでしょでもう一見してすぐね分かるような文言だったらいちいち意味書かなくてもいいんですよ 例えば飼い主とか売り主とかもし条文中に書いてあればそんないちいち説明する必要ないでしょだけどこの95条の策をのところって今はね一をご覧いただいてますけど一読しして意味これ分かんないでしょだから特に95条のようなねあの一読して意味が分かりにくいようなこういう文言については、ね、これ条文番号を書いた後に意味を書く必要あるんですよ。でこれは動機の策でしょそういうこと。いいですね。であと当てはめ。 ね、これはまたで見ておいいくださいで次の2番目これも同じ要領ね条文の文言はかぎ括弧でくくってでやっぱりこれもその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたここまでかぎ括ねであと条文番号95、ね、条の2項これもちゃんと条文番号も振ってくださいですねであと意味これもやっぱりねこれ表示になっているけれどもやっぱりこれもね意味を書いてくださいここは。 動機が表示されて意思表示の内容となっているっていうことですねこちらこれは書いてくださいですねで当てはめをするするとねさっきでこれ開業して当てはめをするってこと三段論法でしょ三段論法になってますからですねこちらで今度三番目これも同じです要領はね文言書いて条文番号書いてでこれもやっぱり条文の文言が必ずしも一読してわかりにくい社会常に照らして重要なものどういうこと ね、だかでこれはね意思表示の内容の主要な部分でありこの点についての錯誤がなかったら表示者のみならず一般人もかかる意思表示をしなかったと考えられる場合ってことでこれ皆さんこの定義頭入ってますねこの文言の意味は。ね、これもこう書け載ってますんで,でこの時ちょっと注意してほしいのがここは基準になるのがこの2人でした。表者ののみならず一般人この2つを基準にします 表者だけだだとどうしても表者の方に傾きがちだから一般人も取り込んでそのね判断を客観的なものをならしめるんだった。いいですね。これ、表者だけじゃ足りない。だから一般人も基準に取り込むんだった。これ二2つ、ね。これを基準に入れますから。で、あとすると。またね、これくぼみを作って会議をして当てはめをするってこと。いいですね。で、今度4番目。ねこれもちゃんとね上げて、表者に重回数がないこと。で、条文番号を書いて。 でこれはもう重化質についてはこれはもう一読して意味は分かるんでねここについては意味は特に書く必要ないです。いいですねこれは。でこういうのは書かなくていいわけですよ。ね、でそれ以外のやつはねもう本当に一読してどういう意味これ特に丸1なんかそうでしょうどういう意味同期の作語だよ。ねこういうのは書いてくださいってこと。であとこの,表、ね、この4番目の要件についてはねさっきお話し,しました、ね。これはもう共通作語で処理をしてくださいねっていうことでねこの辺書いてありますんで。 いいですねで最後結論6番ね以上により、えー、と A は作法取り消しにより AB 間の売買契約は初めから無効であったとしてこれ取り消しの訴求項ね所有権は自分に帰属すると主張することができるこれが結論ですねちゃんとねこの問いに対するこれ答え時々ねあの皆さん答案採点して時々ね一番最初の問題提起と最後の結論マッチしない人結構いるんですよ。 いいですねこういうの気をつけて必ず答案書きながらちゃんと一番最初の問題提起とマッチした表現になっているかなマッチしてなかったらね結局問いに答えてないようになっちゃうからいいですねこういうところも気をつけてねいろんな注意点ありますであと次ですねごめんなさい今度は説問にこれも全然難しくないですねでこれもやっぱりオウム返しなんですよこれ見てくださいこれね7行目こちらね 質問に本件、土地建物乙の所有権は誰に帰属するかで問題文ちょっとお戻りください。えっ、ー、と、これは2ページですね。こちら。ね、本件、土地建物乙の所有権は誰に帰属するであろうかということなんで、やっぱりこれをそのまんまね。この試験員がその問題で聞いてる。このね。この文章そのまんま問題提起に使うね。これやっぱりオウム返しです。オウム返しすると常にこれを見ながら答案書いとけばいいわけ。だから絶対にこのね。 問いから外れた答案にならないそういうことねで続きますよで D は本件とした建物乙について、えー、と無権利者であるから登記に更新でおかないこの枕言葉書いてくださいですねこちら乙について無権利者これそうですよねこれね勝手にねこれ自分名義にしちゃったんだもんで登記に更新力ないだから D の設定したね、えー、とこの E の抵当権ですね結局無効になります。 無効 D は権者だから無権利者,、ね、権利者 D の徹底した定当権 E の定当権無効となってでかかる E の定当権の実行により買い受けた F 買い受け人ね契約人ねは所有権取得できないのが原則であるとこれを書いてくださいいつも言ってますけど原原理原則を示すすこれ大事です法律学は原則論からスタートするから。いいですねこちら。でししかしと この原則を貫いたのでは、d 名義の登記を信頼して抵当権の設定を受けた e。E さらには e の抵当権の実行により買い受けた f が不足の損害を被るね。これは不都合性でした。不都合性、そこで、このような e および f をいかに保護すべきか。その法律構成。ね、で、これもね、やりましたね。これ大事な法律の、あの、思考の流れでした。原則、不都合、理論構成、この三段階の流れでしたね。 原則、不都合、理論構成、ね、あの公家家民法に載ってる論点の論のの大半がこの流れなんですねこの流れですまず原則論を書くでこの原則論を貫いて結果が妥当だったらそこで議論は終わりでも結果が不都合になっちゃう誰かが不足の損害を被るとかそういう不都合が生ずるその時は最後3番目その不都合を克服するための理論構成を考えるんだった。これが 法律学のの基本的な思考の流れですよってやったやりましたね原則不都合理論構成これですよこれですよでこれが今ねざっと見てきましたよこの何気ない数移をちゃんと表れてますよねまずこれ F、ね、この競馬による買い受けに所有権取得できないの原則でこれで結果が妥当だったらもう議論終わりですよでも不都合、ね、不足の損害被るこれが不都合ですよ2番目二番目で今度3番目 理論構成ねこれ法律構成と書いてますけどね意味同じ理論構成って言ってもいい法律構成いいですね原則不都合理論構成ですねじゃあどうやって理論構成するか次です今度ここからこれが規範定律になりますですねで2番ねこの点真の権利者と当期名義人との間に通謀も意思表示もないこれ気をつけてくださいここまで書けると非常に緻密ですねここまで書けると 結構書けないい方多でですここまでは真の権利者と当期名義人との間に通報も意思表示もない以上94条2項の直接適用により第三者を保護することはできないということでまた、あ、ここで一応、ね、原則論を書くんですよここで、ね、このキャンペーンの中ででこれ直接適用です直接適用どういうことかというとこれ94条ですねちょっと条文ご覧くださいこちら2ページで見てみましょう ページで,これ、ね、でとにかく94条2項ですねこれ2項を適用するためには1個、ね、この要件満たさなきゃいけないんでした。そうですよねだって2項を見ると全項の規定による意匠児の無効になってるから、ね、これ2項適用する使うためには1個の要件満たさなきゃいけない。で1個の要件で何かというとこれですよね。相手活と通じて通じてっていうのは通報、ね、あと虚偽の意匠児これも2つ。 これが1項の要件です1項の要件これ満たさないと2項は使えないこれを指してるんですよ戻りますよそうするとこれ真の権利者と当期名義人との間に通報も一生じもないですよね本件ねこれ勝手にこれ D が自己名義にしちゃったんだもん通報もないですよ黙ってたもん一生児もないですよこれ契約書もないもんそういうことねだから直接撤去はできないよ しかしと、ね、ここで九十四条二項の趣旨です。趣旨、趣旨に遡って、要件を三つ立てるんだった。で、これも効果かけ載ってますね。で、この辺は全然ね、もう難しくないかなと思います。九十四条二項の趣旨を書いて、ね、ここから三つ、さっき言いました。虚偽の外観。あと、真の権利者の奇跡性。ね、あと三番目が相手方の、ね、これ善意です。善意。ですね。あ、ごめんなさい。こちら、こっちですよね。番号ね。 123で,しました 1, 2, で全員ねここね印るいつきますよこちらいいですね3つね相手方の信頼全員で足りるよ推適、ね、的の場合ですね判例通説はこれね全員で足りるよって考えますからこちらいいですねで立ててあと当てはめです当てはめでこれ次の3番これが当てはめです三段論法の最後 でこれちょっとさっちょっと私ちょっと先走ってこれね指示つけちゃいましたけど当てはめの時ってね特にこうやって要件こんなふうにねいくつも立てた場合はこれ当てはめた、ね、文章のお尻に丸カッコでこういうふうにねその該当する番号を書くといいですよ。これもねこういうのを覚えていかれるとこれ採点者こうやって書いてもらうと非常に読みやすいんですよ。ここれもやっぱりねうういいい書き方方しない方が多いですでもこれ書いてもらうとあこれ一の要件当てはめてあなた書いたんだねっていうのが採点者わかるからね。 あと2番3番もそうですこれもこんなこれにもねちょっとねおいおい覚えていってください本当にねあの繰り返しになりますけど民法って書き方大事です本当に知識さっきも言ったけど知識も理解も同じでもね書き方でこんな天才開くからいいですねで私本当に今回、まあ、もちろん内容も皆さんにお話してるんですけど内容よりも書き方ばっかりしゃべってるでしょそういうことなんですよでこれ令和4年の最新の過去問ですからね 内容ももちろん大事だけど書き方がいかに大事か特に最近の本試験問題に対応するためにはいかに書き方が大事かということいいで,す、ね、であと最後ねこれは当てはめです4番目あごめんなさいえっと次ですねこ今当てはめです3番目、ね、で123、ね、こんな形で当てはめた、ね、文章のお尻に丸括弧で、ね、その該当するタイアップする番号をねタイアップする番号こうやって書いてもらってで結論です結論。 でその結果かかる E の定当権あ結局ちょっと上でねで E は94条2項のルーシー適用によって有効に定当権を取得すると。で,でその結果かかる E の定当権の実行により買い受けた F は本件とし建物ものおつの所有権を有効に取得する。ね。以上によりちょっとこれ結論ね。本件とし建物ものおつの所有権は F に帰属するってことでやっぱりこれも問題提起にちゃんとタイアップつながってますね。 ここういういとで以上とこれお尻のこれれ以上も忘れないいでくださ本文はこれちょっとびっしりだったんでねこれでも結構文章私削ったんですけど本当びっしりで最後ねこの25行目に「以上」っていうのね書きましたけどこれもしもうちょっと余裕があった場合ね例えばこれ20行目ぐらいで文章終わった場合にはその1行下に「以上」を書くっていうのはこれが鉄則なんですよ法律の文章の鉄則なの。 終わった文章最後の文章つまり今言って20行目でもし終わった場合はねこの F に帰属するっていうのが20行目で終わった場合にはその1行下の21行目の右横に右横にこの「以上」を書くっていうのがこれは鉄則ですからいいですねだからこういうのも覚えてってください1行下1行下でこの「以上」は書き忘れないようにこれ書き忘れるとね場合によっては採点者が途中答案っていうふうにね認定して大減点する危険があるんですよ。 で,でそうじゃないねちゃんと完結してますよってことを主権にきちんとアピールするためにこの最後の「以上」っていうこの2文字これものすごく大事な意味を持ってるんですよ。もちろん採点者も普通に読めばねあ一応以上は書いてないけどここでちゃんと答案終わってるなちゃんと完結してるなって以上わかるんだけど中にはね私なんか採点しても本当中には分かんないとは時々あるんですよ。で以上は書いてない。 あれこれ続き書く期だったのかな時間の経で終わっちゃったのかな一応文章は終わってるけどなんかちょっと足りないんだよなあるんですよその時私も悩みますすごくねでその時に以上って書いてあればあ一応終わってるねって分かるんですよもしこれ途中答案って認定されたら大減点されますからねまたこれも論文実践討論の時にお話します大減点されますこれもレックのデータで分かってるんですよ思いっきり引かれるから気をつけてくださいいいですね一応こんなところですね ね、50分で言っても結構随分しゃべりましたけどもいかがでしたでしょうこれ1問目ねこの答案上のねこちらですね作、えー、答案作成所のうちここもねいろいろお話ししましたので随分ねあの時間かかりましたけども本当にね答案の書き方って大事ですから、ね、ぜひこれをぜひこのプラスアルファ答案を通じてね覚えてやってくださいですねじゃあ以上で1問目終わりますでこの後ですね2問目、ね、あの冒頭でも言いましたけど見て書いていいですからね ね、この今ご覧いただいた1回目のこの解説差しの回答例ねこれを見てあとこう書け、ね、見て書く分には OK でも2問目のねそうくどいですけど2問目の解説差しの回答例は絶対見ないで書いてくださいいいですねじゃあ以上で終わります。